ずっとこずっとこ、カルチャンネル、カルトです。今日はね、お守りを神社の方にお返ししに行こうかなと思って、で、お昼時なんで、今日はちょっと腹ごしらえをしてから行こうかなと思ってます。今日来たところはこちらです。丸亀製麺にやってまいりました。もういつもね、頼むうどんは決まってるんです。醤油の、かしわの、天ぷら、いなり寿司で、今日ココチャ配信をね、朝やってたらその話題になって、天ぷらでエビも好きですっていうね、コメントあったんで、今日はちょっとエビも頼んでみようかなと思っております。それじゃあ、行ってみよう。全国つつうらうら、旅役者カルタがお邪魔をしての気ままなぶらり旅。さあ、今日はどんな街ぶらになるんでしょうか。楽しみですね。ところでカルタさん、今日はどの街をぶらぶらするんですか。カルタの街ぶら、行ってみましょう。ごちそうさまでした。美味しかったです。今日は安定の醤油うどん、そして天ぷらはかしわとエビからのいなり寿司、行っちゃいました。じゃあこのままちょっと宅急便送るのと、あとお守りをお返しするの、ちょっと行っていきたいと思います。ごちそうさまでした。今日はね、お守りを、このお守りをですね、お返しすべく住吉大社に、やってまいりました。結構広いですね。初めて行きました。どこで返していいんかちょっとわからないですけど、ちょっとね、中を歩きたいと思います。結構広いんですよ。で、今車から降りたんですけど、こんなに天気がいいのに、雷がね、ゴロ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 鳴ってるんです。だから急にゲリラ豪雨、雨がバシッと降るかも分かりませんので、いち早く行っていきたいと思います。では行ってみよう。住吉大社初めて来ましたね。実際なんか ここまですごいとは思いませんでした。映画の撮影セットのような、見てください。すごいですね。でもちょっと足踏み外したらこけそうな、足踏み外したらやばそうな。っていうか、お守りをどこに返したらいいんですかね。とりあえず降ります。こ
こっちに行ったら出てしまうんで、とりあえずぐるぐる探していきます。これ危ないね。こけた人絶対いると思いますね。これえ足元にはくれぐれお気をつけください。これですね。暑い。それにしても。ありました。こちらでございますね。お守りをお返しいたしました。いいやつ。それにしてもめちゃめちゃ暑い。マスクして帽子かぶってこの炎天下の中、いや、そして結構広いことに驚きですね。さあ、お札もちゃんとお返しできたので、これちょっと待って、これさっきの駐車場ですね。これ僕が止めた、これはさっきの駐車場。駐車場からぐるっと回ってここをまっすぐ行けばよかったんだ。ものすごく遠回りしたんだけど、まあでも次からね、お札とかお守りとかお返しするときはもうここってすぐ分かったからよかった。でかき氷とかね、なんか出店じゃないけどちょっとした屋台みたいなのが出てたので、ちょっとかき氷でも買いますか。それとあと参拝をさせていただいて、私の今日の任務は終了ということでございます。皆さんお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。じゃあ今から少し参拝行ってきます。チャンネル登録すんどくしてね。もうパワースポットがあるということでちょっと行ってみましょう。まあしかしすっごい暑いわ。汗すごいでしょ。おっとパワースポット、重軽いし、幕が上がり板付き主役、背中で感じる立ち役の定めを華麗に舞うその立ち姿、パワースポット一組を拾うという、石を拾うの、なんか一組を拾ってください。石を拾う。Oh, bushy, bushy, bun. Oh, bushy, bushy, bun. Oh, bushy, bushy, bun.
ょっとねやり方が分かんないんで、ちょっと人がやってるやつを見てやりましょうか。パワースポットちょっと手だけ合わさせていただいて、なんか石をね拾って、行くみたいなんですけど、なんかちょっといまいち分からなかったので、手だけ合わせさせていただいて、ここは後にしようかなと思います。